だから何かを信じたければな、スプーンズ。俺を信じろ。あの看板を信じるんだ。あの看板がある限り希望はある。元気か、ブラザー。飲むか。久しぶりだな、ブラザー。調子はどうだ？ああ、まあ、それは。聞いたぞ、お前がジェンキンズ兄弟を全員殺したって。しかもとも一発でそうだろう。こいつらみんなお前のお話信じてるみてえじゃねえか。お前が血も涙もねえ殺し屋だってな、お前をすっかり信じて、このつまらねえ町を救ってくれると、くだらねえ魂を救ってくれるとな。でもそりゃ間違いだ。そうだろう。そろそろお友達に正体明かしたらどうだ。お前が本当は何者か、なんならこの場で撃ってみせろよ。だが弾はそんなにいらねえよな。一発だけだろ。ほらやれよヒーロー、引き金を引け。これが殺し屋の目か、小僧。いや違うな。今までお前が言ってたこと全部嘘なんだろ。お前はジェンキンス兄弟を殺してねえ、西部から来たんでもねえ。そうだろ、言ってみろ。はい。おい、どうした。そんな声じゃお友達に聞こえないぜ。そうです、お前は今までこいつらを騙してた。お前は偽物の腰抜け野郎だ。そうなんだろう。はい。聞こえねえ。そうです。いいか、臆病者のイカ様野郎、ここは今日から俺の町だ。もし今度俺に釣らせたら、その場で地獄に突き落としてやる。あなた誰なの？